野党の心ない安倍政権に対する批判聞いていられませんので、やっぱりしっかりと安倍政権をサポートするのでなければならない。この北朝鮮こういう形でありますから、安倍さんには会うたんびに言ってまいりましたけれども、ミサイル防御網をしっかりしましょう。これを北朝鮮にしっかりとしっかりと思い知らせることが大事なのであります。私はプラス敵地の攻撃能力も持つべき時なのではないだろうかということを訴えております。これはあくまでも抑止力として所有をする。原子力規制委員会の審査、それが降りたものについてはやっぱり再稼働をさせていく。そうでありませんと、私たちの日本もますます地球温暖化による異常気象、これからますます激しくなる。私たちは日本の心という政党名でありますけれども、日本人は世界から高く評価をいただいているんであります。この日本人、日本の心、これが私たちはしっかり日本の政治に、日本の一般的な社会風潮に生き続けるのでなければならない。